こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、中国の圧力が増してきている状況下にある台湾と日本ですが、何より台湾への圧力が共に明らかに中国の態度が変わってきている。香港を強引に取った後、次は台湾と尖閣でしょう。そんな中、台湾は米国と秘密裏に合同演習を行っていました。極秘ですが、今回は詳しく話していきます。米国大統領はトランプが、何が何でもなってもらわないと日本もだよね。2020年11月9日、台湾メディアである総合報はアメリカ海兵隊の特殊作戦コマンドが同国に入り、今後約1ヶ月にわたり台湾海軍部隊等との共同訓練が実施されると伝え、この事実を台湾海軍も認めた。この報道が注目を集めたのは、1979年にアメリカが政治的に大陸の中国を正式な国家として国交を樹立、その世は、で台湾は独立国家と認められなくなり、微妙な立場にあったためだ。今回の報道は、1979年からすれば、実に41年ぶりにアメリカと台湾の両国が公に合同の軍事演習を行うことを表明したものであり、激化するアメリカと中国との関係を象徴するものとも言えそうだ。アメリカの対中国政策は、トランプ政権によって対立姿勢を明確にしており、経済戦争から新型コロナウイルス、南シナ海や香港など多数の点で問題化しており、台湾もこうした延長線上にあるのだろう。今回台湾入りしたアメリカ海兵隊の特殊作戦コマンドとは同体特殊作戦群。霊下にあり、2014年から特殊作戦コマンドマルソクという部隊の呼称にマリーンレイダースの通称が復活した部隊である。アメリカ海兵隊のマリーンレイダースといえば、1942年から1944年の太平洋戦争時に日本軍を相手に様々な特殊作戦を実施して名を挙げた存在であり、いわば奇襲をなりわいとした戦闘部隊だ。マリーンレイダースという太平洋戦争での伝説的部隊の名称の復活については、アメリカ海兵隊内部でも賛否両論の声があったとも言われているようだが、ともかく、今は、また使用されることになった。さて、そんなアメリカ海兵隊、マリーンレイダースは、台湾南部の、中核都市、高雄市に今回派遣され、同地において、台湾海軍陸戦隊、との共同訓練を実施するものだと報じられた。共同訓練の内容としては、台湾海軍陸戦隊の特殊作戦遂行能力、対テロ戦闘能力を高めるためのものとみられており、高速ゴムボートを用いた敵地への上陸など、戦術面の指導を仰ぐものらしい。個人的には、台湾側が大陸の中国に上陸作戦を敢行する可能性は低いのではないかと感じられるため、大陸の中国から最短距離では、
わずか 2.1 キロほどしかない大金門大島の脅威に対応するものと思える。また台湾に近い側のおよそ90ほどの島々からなる澎湖諸島の防衛にも、こうした敵前上陸訓練のノウハウを活用しようとしている可能性もあり、日本の水陸機動団的な運用が目的かもしれない。2019年以降の近年の台湾は、アメリカから F-16V 戦闘旗や M-1 エイブラムス、戦車など大規模な兵器調達をようやく承認されている状況にあるが、今回の共同訓練用の特殊作戦向けの装備等も進められているようだ。特殊作戦向け装備の具体的な内容は明示されていないが、その金額はおよそ30億円相当だと報じられており、金額から推察するに個人で携行が可能な範囲の重火器や前述の小型の高速ボート等だろう。ただ今回実施されているこの台湾海軍陸戦隊とアメリカ海兵隊マリーンレイダースとの共同訓練だが、アメリカ大統領選の行方がバイデンに傾きつつある政治状況に、台湾では不安の声も上がっている。現トランプ政権は、前述の兵器輸出の強化などで、台湾の多数の人々から一定の支持を集めていたが、これがトランプほど対中強硬路線を取らないと召されるバイデンに変わることへの懸念があるのだ。そもそも、1990年代以降、経済的な躍進を遂げた中国の軍備拡張により、台湾と中国との相対的な軍事力の開きは拡大する一方あり、世論調査でも中国軍の侵攻は阻止できないと考える台湾人が多数を占める。そのため台湾軍の中にもこうした悲観的な考えは浸透しており、お世辞にも軍隊として士気が高い状態にあるとは言えないようで、これがバイデンがアメリカ大統領に就任することで加速するとの見方が増加している。日本よりも圧倒的に中国の圧力を肌で感じているゆえの国民感情だとも言えそうだが、そうした世論の情勢はまさに中国の思い描く台湾支配への最も強力な後押しになりかねない。日本も対岸の火事だと考えるべきではないのは、もし仮に台湾が中国に併合されるようなことが現実となれば、尖閣諸島どころか沖縄までも直接的な脅威にさらされる恐れが表面化するだろう。幸いなことに軍備を拡張しているとはいえ、近年の中国軍は実戦の経験に乏しく、その是非は別として中東などで豊富な実戦経験を持つアメリカ軍やその兵器にはまだまだ大きな優位性があると思われる。中国のプロパガンダに乗せられて台湾が戦わずしてその軍門に降ることがないように、日本ももっと積極的な台湾との防衛協力を実施すべきではないかと個人的には思える。経済的なメリットから中国重視の立場を崩さない姿勢は、日本の企業、政府ともにそこかしこに垣間見えるが、世に氾濫する中華製品を見るにつけ、まずその排斥から
初めて行くべきだと思えてならない。